どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。ホタルについて撃破特攻アタッカーということもあり、ルアンの有無に関しては結構重要な話になってきてますよね。もちろん、ルアンがいればそれだけ完成度の高い編成が組めるので、欲しいところっていうところですが、使用感としては差がどれくらいあるのかっていうのも大事なことかと思います。そこで今回はメインとサブアカでルアンあり、ホタルの無凸持ちありと、ルアンなし、ホタルの無凸無持ちの比較をしたいと思います。ちょっとね、持ち武器があるかないかで差は出てくると思いますが、まあ、今回はそこは目をつぶってやっていきたいと思います。で、今回に関しては数値とかではなく、完全に攻略重視や戦闘の使用感を元にしています。厳選による差が多少あるかなというところですね。なんですが、ある程度、異物の評価は同じぐらいに揃えてますので、まあ、そのあたりは大丈夫かなと思います。では、比較の対象となるホタルの性能としては、こんな感じになります。メイン赤のルアンありのホタル無凸持ちありに関しては、速度140の撃破特攻224%となってます。攻撃力は2400ほどとなりますね。味方のバフを受けれれば、300は撃破特攻を超えるくらいになっています。サバ赤のルアンなしホタル無凸無持ちに関しては、速度140の撃破特攻160となってます。公園水分差がついたというところですね。攻撃力は2300ほどとなります。ルアンなしのため、バフは調和主人公の時計屋のバフのみとなります。また、持ち公園水なしでその分差が出てくるというところですね。ルアンなしの方はいろいろと恩恵はありませんが、どこまでクリアできるのか、そこに注目していきたいと思います。あとは必要性なども話もしていきたいと思います。ということで本編に入っていきたいと思いますが、こちらの動画を見てチャンネル登録などしてもらいますと今後のモチベにつながりますので応援よろしくお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。それではまずルアンの有無の違いをまとめておきたいと思います。裏庭や末尾を試して感じた部分になります。1つ目はステータスバフの恩恵の違いとなります。ルアンに関しては撃破特攻に欲しいステータスアップが多数あるんですよね。1つは撃破特攻プラス 20% です。これは追加能力獲得で条件なしの発動となりますね。ホタルの撃破特攻360を目指す上では、ちょっとした数値でも欲しいところなので、ありがたいバフとなります。その他に速度バフもあり、レベル10で 10% もアップするので、ホタルの行動回数が増やせるのも嬉しいポイントとなりますね。単純にホタルの行動順や火力面のサポートをしてくれるため、完全燃焼状態をより強力にしてくれます。ちょっとしたバフの数値のように感じますが、撃破特攻専用バフ持ちが現在少ないことを考えると、最適なバフ持ちと言えますね。ただし、異物の厳選次第ではいなくても多少緩和されますので、頑張って厳選はしたいところとなります。二つ目は弱点撃破効率の違いとなります。ルアンがいて、ホタルの一番のメリットになる部分かと思います。弱点撃破効率に関しては、ホタルでもスキル、必殺技、強化スキル、で65の人生値を削ることが可能です。この作人値に関してはトップクラスではありますが、フラリアなどのボスになると人生値が200などもいるのでちょっと足りなさを感じるんですよね。ですがルアンがいた場合は全ての攻撃に弱点撃破効率プラス 50% が付与されていますので、もっと削れるようになります。スキルに関しては20から30に、強化スキルは30から60にアップします。合わせて90になるので、大体の敵は一撃、またはファン分ほど削れるっていうことができるようになりますね。固めのボスであれば、単純に2回の行動で弱点撃破が狙えるようになるので、ホタルの攻撃回数の無駄を減らせるようになります。これに味方の攻撃を加えれば、より早く弱点撃破を狙えるようになりますからね。いるといないでは攻撃1回分は違いが出てくるところかと思います。この1回の攻撃に関してですが、最短攻略を目指す上では遅延につながります。なので、ルアンの有無の大きな差となるのを感じましたね。実際に裏庭などの攻略をするときには、これが一番ネックな部分となりました。3つ目は、速度遅延による行動順の違いとなります。ホタルの完全燃焼状態に影響する部分ですね。ルアンの速度バフはスキルの付与ですが、ほぼ常時発動みたいなものなので、かなり便利な性能をしています。しかも、レベル10で速度 10% もアップするので、ホタルの速度が151あれば、ルアンのバフで 160% 達成が可能となっています。サブの速度の異物厳選がちょっと緩和されるので、ありがたいバフというところですね。また、完全燃焼状態で速度が210目指せれれば、4回行動もしやすくなるので、必殺技の効果を活かすなら、速度バフはありがたいものとなります。ルアンの有無においては、使用感で感じた違いとしては、この3つになります。
どれもホタルの性能を引き伸ばしてくれて効率もアップしてくれる大事なものが多いんですよね。単純にホタルの攻撃回数と殲滅力が伸びるので、ルアンはいるなら欲しいキャラと言えます。それでは次はルアンの海によってどれくらい攻略の差が出てきたのか、また楽だったことなどを紹介していきたいと思います。まずはルアンなしでもできたことから話していきたいと思います。編成はホタル、調和主人公、姫子、ギャラガーでいってます。ウラニアと末尾をプレイしての使用感となりますね。それでは使用感を簡単に3つ紹介したいと思います。ウラニアに関しては12も10ターン以上でクリアができるぐらい。2つ目は末尾は最高ランクまで使用が可能。最後は終ボスも一通り倒せるっていう風になります。各コンテンツのクリア状況としてはこんな感じになりますね。ウラニアに関しては星の数だと34個は獲得可能でした。というのもターン数がどうしても8ラウンドかかるため時間がかかるんですよね。今回の裏庭で炎弱点がいるとはいえ、姫子を入れたとしてもやはりルアンにはかなわないという感じでした。ただターン数はかかりますが、姫子との弱点撃破はかなり早くできるので戦闘自体はかなり楽な印象でしたね。続いて末尾に関してですが、接待が来ていることもあり戦闘はしやすかった印象でした。ステージギミックで撃破特攻バフは十分に受けれますからね。弱点撃破さえできれば十分な性能は引き出せるっていうところです。ですがボスの人生値がとにかく高いので突破するには時間がかかるっていうところはありましたね。突破さえすれば問題はありませんが、その前が大変という感じでした。オート戦闘だと3までは余裕でクリアはできるぐらいはあります。もちろん難易度4もオートでクリアは可能というところでした。なんですがやはり攻撃の対象とかいろいろあってターン数はかかるなっていうところですね。ルアンなしでもクリアできるけど最高率かって言われると微妙なところです。最後に終ボスですが、今強いとされている夢の雷さんに関しては攻略は可能でした。今後の育成をする時の素材集め要因としては問題ないかと思います。弱点撃破効率がありますし、炎弱点もつけてたので攻略は安定しているように感じましたね。夢の雷さんに関しては終ボスの中でも強敵ですからね。ルアンなしで安定感があるのは嬉しいことかなと思います。ルアンなしという話をしてきましたが、エンドコンテンツをクリアできるのは嬉しい要素かなと思います。正直使ってて、あ、勝てるんだっていう感覚は強かったですね。結構プレイしてて楽しかったです。特に今回は姫子を採用しているので炎特化の部分ということはありますが、組み合わせである程度カバーができるのかなと思いますね。特に弱点撃破のカバーと手数を意識すると相性が良かったように感じました。そういった穴埋めをするのも大事かなと思います。続いてはルアンありだと楽なことについてです。なんだかんだルアンがいるのは戦闘を楽にしてくれますからね。楽にしてくれる要素としてはこの3つになるかと思います。1つ目は弱点撃破効率がもっと楽になる。2つ目は敵の弱点を選ばなくなった。3つ目は異物の厳選がちょっと楽というところです。全体的にプレイをする上での楽な部分が増えるなっていう感じですね。特に弱点撃破効率アップすることによってホタルの攻撃回数が無駄にならないのが本当に強い部分かと思います。しかもルアンはスキルを発動している間は通常攻撃で十分なので、 SP 管理も非常に簡単なんですよね。これは戦闘をする上でも非常にありがたい部分かと思います。また敵の弱点を意識しなくなったのも嬉しい部分ですね。単純にキャラの寿命が伸びますからね。このあたりは強いかなと思います。ホタルの弱点フェアはもちろんですが、拡散攻撃の弱点無視の人生削りもなかなか強いですからね。それすらも人生削りの効果がアップしますので、全体的な効率がアップできて楽になったというところがあります。敵がある程度多くても対応できるのがいいですよね。最後は異物の厳選ですが、これは個人的に速度を上げることが厳しかったので、撃破特攻の数値だけを意識できたのは楽だなぁと思いました。もちろん厳選としてはもっと頑張るところはありますが、このステータスでも十分クリアできることを考えると楽な要素になると思います。ルアンがいるだけで楽になる部分があるのと、キャラの性能アップからの寿命が伸びるのはいい部分かなと思いますね。ルアン自体はもちろんいいキャラというところはありますが、他のキャラが使いやすくなるはいい能力と言えますよね。それではホタルを引いた上でルアンの有無からガチャを引くべきかどうかという話をしていきたいと思います。ホタルを所持しているならルアンのガチャはぜひルアンを引いておきましょう。まあ、ホタルのね編成が組みやすいっていうこともありますが、ルアンなしでも十分な性能は出せるかなと思います。なんですがルアンがいることによってのメリットも多くありましたよね。何よりホタルの戦闘適性が上がって寿命が伸びるのが嬉しいと思います。
意外と同じキャラを使い続けるって難しいですからね。また先ほども紹介したように楽になるというポイントもありましたし、一つの編成として完成できるのもいいところかなと思います。個人的な意見としては、ガチャ石に余裕があったり次回のキャラを引く予定でなければ、グアンはぜひ引いてホタルと組ませておきたいキャラと言えますね。いないよりかはいた方がいいし、まあいるならいるでホタルに使わなくても他のキャラでも編成としては使えますからね。とてもいいキャラだと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。